g t p アーゼ活性化タンパク質は G タンパク質の機能調節を行うタンパク質のファミリーである。g t p ア r ゼ活性化因子と呼ばれることもある。キャップは G タンパク質に結合して、その活性を促進し、シグナリングを集結させる。G タンパク質は様々な重要な細胞内プロセスに関与しているため、その調節も重要である。 例えば、ヘテロ産量体系 g タンパク質は、ホルモンによる情報伝達など、g タンパク質協薬需要体からのシグナルの伝達に関与しており、低分子量 GTP-AZE は、細胞内輸送や細胞周期などのプロセスに関与している。キャップの機能は、g タンパク質の活性をオフ状態にすることである。この意味において、キャップの機能は、 g タンパク質によるシグナリングの活性化を行うグアニンヌクレオチド交換因子の反対である。GTP、アーゼには GTP を加水分解する活性があるが、ゆっくりとしたものである。しかしギャップの存在下では、この加水分解活性は向上する。ギャップは水分子による嗅覚攻撃のために GTP、アーゼを開き、GDP のような電化分布をもたらす。 ギャップは G タンパク質協約受容体ファミリーと深く関連している。G タンパク質は GTP を結合している時に活性化状態となる。GTP の結合によって G タンパク質の活性が変化し、阻害サブユニットが解離することで、その活性は向上する。この活性化状態の時、G タンパク質は他のタンパク質を結合し、下流の標的因子へ。 シグナル伝達を行う。キャップはこのプロセスを調節しており、G タンパク質の活性を低下させる。G タンパク質は弱い GTP 化水分解活性を有しており、GTP のリン酸結合を分解して GDP を生成する。GDP 結合状態では G タンパク質は次第に不活性化され、標的に結合できなくなる。 この加水分解反応は極めてゆっくりと進行するため、その活性にはタイマーが内蔵されていると表現することもできる。キャップは G タンパク質の GTPR 活性を向上させることで、この G タンパク質のタイマーを加速させる。キャップは G タンパク質中の GTP を嗅覚攻撃の基質に適した状態にし、加水分解反応の繊維状態のエネルギーを 低下させると考えられている。例えば、低分子量 GTP アーゼのギャップの多くは、保存されたフィンガー様ドメインを持っており、これによって、G タンパク質の GTP 結合状態のコンフォーメーションが変化し、GTP が水分子による嗅覚攻撃を受けやすい状態へ差し向けられる。同様に、ギャップは G タンパク質に結合した GTP の電荷の分布を、 GDP に似た分布へと変化させているように思われる。GDP の電化の分布が反応産物である GDP とリン酸のものに似たものとなり、嗅覚攻撃のために分子が開いた状態となることで、繊維状態へのエネルギー消壁が下げられ、GDP は過水分解されやすくなる。ギャップが G タンパク質のタイマーを加速させて不活性化することと GF の不活性化によって、 g タンパク質のシグナリングはオフ状態に保たれる。それゆえ、ギャップは g タンパク質の調節に極めて重要である。ラススーパーファミリーの GTP、アーゼに対して作用するギャップは保存された構造とメカニズムを有している。ランは細胞質と核の両方に見つかる GTP アーゼである。 ランによる GTP の加水分解が、核内タンパク質の細胞質への輸送に必要なエネルギーを供給していると考えられている。ランは GF によって活性化され、ギャップによって不活性化される。ヨペドメインは、ローに対するギャップのタンパク質ドメインであり、ローは、ラック1、ラック2といった低分子量 GTP、アーゼを標的とする。ヘテロ産量体系 G タンパク質の アルファサブユニットに作用するギャップのほとんどは RGS タンパク質ファミリーに属している。新核生物の翻訳開始因子 IF5 は IF2 に対するギャップである。一般的にギャップの標的 G タンパク質に対する特異性は極めて高い傾向にある。特異性の正確な機構は完全には知られていないが、この特異性は様々な要因に由来すると考えられている。 最も基礎的なレベルでは、ギャップと G タンパク質間の特異性は、単純にタンパク質発現の時期と位置に由来すると考えられている。例えば、RGS9 から1は、網膜の幹体細胞と水体細胞に特異的に発現しており、この領域で光シグナル伝達に関与する G タンパク質と相互作用する唯一のギャップである。特定のギャップと特定の G タンパク質が、 同じ時間と場所で発現されることで、その得意性が保証されていることもある。一方、足はタンパク質によって、相互作用の得意性が得られていることもある。また、ギャップが特定の G タンパク質にしか認識されない、アミノサンドメインを持っていることもある。これらのメカニズムによって、ギャップはそれぞれ特定の G タンパク質に対して、調節を行っている。ギャップは、 G タンパク質を調節するが、ギャップ自身もいくつかのレベルで調節されている。多くのギャップは、自身が調節する経路の下流の因子と、相互作用するアロステリック部を持っている。例えば、上述した光需要体のギャップである RGS9 から1は、網膜における光シグナル伝達の下流の構成要素である CGMP ホスホジエステラーゼと、相互作用する。 CGMP プドとの結合によって RGS9 から1のギャップ活性は向上する。言い換えれば光需要体によって誘導されるシグナル伝達経路の下流の標的がこの経路の阻害剤を活性化する。このような下流の因子によるギャップのポジティブな制御は活性化されたシグナル伝達経路を最終的にオフ状態にするネガティブフィードバックループとして機能する。 また反対に G タンパク質のシグナル伝達経路の下流の因子がギャップを阻害するネガティブな制御の例も存在する G タンパク質制御型カリウムチャンネルではホスファジジルイノシトールマイナス3、4、5から3リン酸がシグナル伝達経路の下流の標的である PIP3 は RGS4 ギャップに結合して阻害するこのようなギャップの阻害は おそらくシグナル伝達経路を活性化するためのプライミングの役割があると考えられている。G タンパク質が一旦活性化されるとギャップが一時的に阻害されるため活性が持続する時間帯が作り出される。カリウムチャネルが活性化されるとカルシウムイオンが放出されてカルモジュリンに結合する。カルシウムが結合したカルモジュリンはギャップに対し PIP3 と同じ部位に競合的に結合して PIP3 と置き換わる。それによってギャップは再活性化され G タンパク質のシグナル伝達経路はオフ状態になる。このプロセスでは調節因子によってギャップの阻害と活性化の両方が行われることが示されている。他のシグナル伝達経路の要素によってギャップの活性が制御される。 クロストークも存在している。また、いくつかの知見は、ギャップ間のクロストークの可能性を示唆している。近年の研究で、P120 ラスギャップは、DLC1 ローギャップの触媒ドメインに結合する、ことが示された。ラスギャップのローギャップへの結合は、ローギャップの活性を阻害し、それによって、ロージータンパク質が活性化される。 このようなギャップ間のクロスレギュレーションの理由はまだ明らかではないが一つの仮説はギャップ間のクロストークによってギャップによるオフシグナルの全てが減衰するというものである P120 ラスギャップが活性化されると特定の経路は阻害されるが他のギャップを阻害するため細胞内の他のプロセスは継続されるこれによってシステム全体が一つのオフシグナルによってシャットダウン されないように保証されている可能性がある。ギャップの活性は極めて動的であり、他のシグナリング経路の構成要素と多く相互作用している。通常 G タンパク質はギャップによって調節されており、それによって細胞分裂も制御されている。ギャップが存在しないと G タンパク質自体の下水分解活性は弱く、GF が常に GDP を GTP に置き換えるため、 G タンパク質は、向上的に温状態になる。それによって、細胞分裂が調節されなくなり、腫瘍が形成される。加水分解活性を持たない、G タンパク質は、結合した GTP を加水分解できない。キャップは、このような機能喪失した酵素を活性化することは、できない。そのため、G タンパク質は、向上的に温状態となって、細胞分裂が調節されなくなり、 主要が形成される。キャップは非常に重要な G タンパク質の機能を調節するため重要である。G タンパク質の多くが細胞周期に関与しており、元元遺伝子として知られている。例えば G タンパク質のラススーパーファミリーは多くの癌と関連しているが、これはラスが FGF などの成長因子の共通の下流の標的であるためである。通常の状況では、 このシグナル伝達経路によって細胞の成長や増殖が誘導されている。一方癌ではこの成長はもはや調節されておらず結果として腫瘍が形成される。この元元性はこれらの G タンパク質に関連するギャップが機能を喪失するか、または G タンパク質がギャップに反応しなくなるかによってしばしば引き起こされている。前者の場合、 G タンパク質は GTP を迅速に加水分解することができないので G タンパク質の活性化状態が持続することとなる G タンパク質自体も弱い加水分解活性を持っているが機能的な GF の存在下では GDP-GTP 交換が行われるため不活性状態の G タンパク質は常に活性化状態へ変換される G タンパク質の活性を抑制するギャップが 存在しないので G タンパク質は向上的に活性化状態となり無制御に細胞が増殖する癌状態となる。後者の場合では G タンパク質は GTP を加水分解する活性を失っている。このような機能喪失した G タンパク質酵素に対してはギャップは GTP アーゼ活性を活性化することができないので G タンパク質は向上的に温状態となる。 この時も、無制御に細胞が増殖する、癌状態となる。キャップの機能不全の例は、臨床的には、至るところで見られる。いくつかのケースでは、キャップの遺伝子発現の減少が関与している。例えば、近年の甲状腺乳頭癌の例では、癌細胞で、ラップ1ギャップの発言が減少しており、QRT-PCR 実験によると、メッセンジャー RNA の発現減少が原因の、 ようである。他の例では、いくつかの癌でラスギャップの発現が喪失しており、それは遺伝子のエピジェネティックなサイレンシングによるものであった。これらの細胞では遺伝子金棒で CPG メチル化が起きており、遺伝子の転写がサイレンシングされていた。他の癌では G タンパク質がギャップへの感受性を喪失していた。これらの G タンパク質には g t p アーゼ活性を破壊するような、 ミスセンス変異が生じていた。ギャップは変異型 G タンパク質にも結合したが、ギャップによる GTP アーゼ活性の促進効果は、G タンパク質自体の GTP アーゼ活性が失われているため無意味である。例を挙げると、T24 膀胱がん細胞株では、G12 ボルトのミスセンス変異によって、ラスタンパク質が向上的に活性化されている。この場合、 G タンパク質の調節因子は存在しているものの、G タンパク質自体の機能喪失によって調節は失われている。このように、キャップと G タンパク質との相互作用は臨床的に極めて重要であり、癌治療の潜在的な標的である。ありがとうございます。